駐車場っすね。意外と人いるね。10台ぐらい車止まってるね。ちょっと靴をこの厳冬期用のローバーに変えてスノーシューを履きます。10時36分スタートです。はい、でうっすらトレースの上を進んでいきます。はい、坂道を登っていきます。若干もっと雪はねそんなにない感じですね。うん、積もってはいないです。11時25分、ヤッキー山に到着です。黙々と歩いてたんで、全然取れ高がないですね。ああ、白旗山まで行こうかな。白旗山まで約 4.8 キロですね。1時間以上はかかりますね。山辺川分岐点って読むかなの方向に行きます。結構やぶですね。おそらく谷間の向こうがゴルフ場になっているのかな。でその横をトレースない道なんですが、少し下っていくといった感じです。はい、12時6分、山辺川のなんかつづら折りのなんか登山道みたいなところで、今登山開始してから1時間半経過してるんですけど、なんかね飽きてきたんで帰ろうかなと思います。白旗山まではやっぱちょっと遠いね。ここから1時間半ぐらいかかんじゃないかな。ね、帰ります。はい、しゃ湿原周りで帰ります。綺麗ですね。13時34分、西岡水源地の駐車場に戻ってきました。疲れた。オレンジの車しかないね。まだあるか。今から月寒温泉に行きます。こっから6キロ。はい、温泉に行ったので白樺山荘に行きます。